2016年2月3日、韓国中央日報によると、別れ話をされたことに腹を立て、恋人が働く食堂に乗用車で突っ込んだ男が警察に逮捕された。男は、2日午後5時40分ごろ、恋人が働く店に自分の車で突っ込んだ容疑が持たれている。車で店を破壊した後、持ってきた鈍器で恋人を脅し、恋人の母親の手に怪我をさせた疑いもある。警察の調べによると、事件当時、男は免許停止レベルの泥酔状態だった。この報道に、韓国のネットユーザーから、次のようなコメントが寄せられた。だから別れようって言われたんだよ。酒に酔っていたし、初犯で深く反省で、執行猶予か。男なら、別れるときはさっぱり別れるべき。韓国の女性に護身用に役立つものを支給して、世の中が狂っていく。近くで見てて本当に驚いた。運が悪ければ自分が被害者になってたかも。怒りをコントロールできないのが問題。